難度、または難易度とは難しさの度合いのことである。難度が高く、物事が実現しにくい様を難しい、逆に難度が低く、物事が実現しやすい様を優しいという。難しいは何らかの理由で実現させることがうまくいかず、実現させるためには知識や技術、運などがないと不可能である状態を指し、転じて病気などの現状打開がうまくいかない状況も、 難しいというが優しいには、後者の用法はない。また難しいあるいは優しいと認定される事柄は、抽象的な事柄に限られており、主に問題や方法といった主体と勝利などといったの、行為の二つに分けられる。困難は難しいことを指すが、難しいとは違い実現に向けて何かすることを前提としない。用意は、行為が優しいことを指すが、 特に規模の大きく複雑な行為について使われることが多く、打ち消しで用いられることも多い。簡単は、本来あまり手間をかけていない様子を表す語であるが、一般に優しいと似たような意味に取られることが多い。スポーツの中でも演技をメインとする採点競技では、技術は構成要素の一つとして重視される。それらの競技では技術を採点する際、難度を基準としている。 技の難度をもとに採点する競技としては以下のようなものがある。体操競技で難度は技や運動の難しさの程度を言う。現在は AG 内氏は合いまでの7、または9段階に分類されている。引き込み競技では演技や空中姿勢、回転などの回数や組み合わせに応じて個々に他の競技における難度にあたる難易率が設定されており、得点は5。 または7人の審査員のうち、中間の得点を出した3人の審判員の採点を合計しこれに難易率をかけて求める。なお、男子は3.4、女子は3.0以上が高難度の目安となるほか、難易率は飛び込み台の高さによっても違う。また、基本的に難易率に制限を設けない自由選択飛びと呼ばれる方式が一般的であるが、 たまに難易率の合計数の上限が定められた、制限選択飛びという方式も存在する。教育においては明確な基準こそ存在しないものの、入試の難度によって難度の高い順からおおむね難関校、中堅校、開校に分類される。仏教においては、自力で長い間修行することで悟りに至る、難行道と念仏などの不つの慈悲に頼って、悟りを目指す。 異行道の難易に道が存在する。これは龍樹が十十尾馬車論の中で初めて説いたものであり、彼自身は異行道による極楽往生を進めている。また、ドンランは浄土三部行に説かれる念仏の修行を異行道とし、それ以外の経典に記されている修行法を難行道とした上で後者では、悟りは開くことができず、前者のみが、 極楽王城に至るという考えを示した。ありがとうございます。